ナ・リーグ・ドジャース・ジャイアンツ、2024年5月15日、サンフランシスコ。ドジャースの大谷翔平投手、29、ラ15日、日本時間16日、敵地オラクル・パークでのジャイアンツ戦に、2番 DH で先発出場。7回の第4打席は見逃し三振に倒れた。0対3の7回。 西からベッツが右前打で出塁すると、ジャイアンツベンチは右腕のジェレから左腕のミラーに傾投した。打席の大谷は1ボールにストライクと追い込まれて4球目、外角高めの球を見送ったが、球審はストライク判定。その瞬間、大谷は思わず、ちょっと待って、と言わんばかりに右手を出すジェスチャーを球審に見せたが、ぶっとこらえて苦笑いの表情でベンチへ戻った。ただ MLB 公式サイトのゲームデイの1球速報では、4球目はストライクゾーンから外れたボール球となっており、疑惑の1球となった。3回の第2打席でも低めの球に対して自信を持って見送ったが、ストライク判定で見逃し三振に倒れ、不満感をあらわに首を振りながらベンチに戻っていた。